ジョシャン、ジョシャン。暑いよ、ジョシャン。ブラー、ジョシャン帰ってくるの待っとったの。帰ってきたらすぐママに甘いに来た。ねえ、ジョシャン。でもちょっとするとどっか行っちゃう。でもそれママにしかやらないんだよ。そうだね。うん。ジョシャンは完全なママ派だもんね。そう。最近パパに怒られてばっかし、聴者。ねえ、聴者。寝とる。聴者、昨日ハムちゃんにぶち切られとったから、パパが怒ったら逃げとった。キャーって。こらーっつったら、ヒーって。そのストレスをママで解消するのよ。汗が垂れてくるんですけど。暑いね。暑い。もう散歩行っても死ぬわ。梅雨明けたらこれはやばいね。うん。じゃ散歩行けんくなるから、うん、家で筋トレするしかない。どうした？おう。台風が消し去ったんだね。うん。トレンドにアバッキオが。なんで？誕生日なのかな。イタリア語といえばイブラヒモビッチが引退しちゃったよ。あ、そうなの。うん、最後にアリーベデルチって取ったよ。ネットゴロゴロもらいましょうか。キロチューシャン。寝とってもこれでちょっと返事するんだよ、ゴロゴロで。もっと顎ニキビみたいなやつなくなったな。たまにね、ちょっとチェックしたりはしてるけど。なんか人間が撫でてあげたりしとっても取れるらしいよ。あ、そうなの。うん。だ、人間がさてマッサージしてあげとけばつかないみたいな説を見た。この辺ちょっとあるんだよ、ほら。あ、本当に。毎日撫で撫でしてあげて、うん、ガリガリやるんじゃなくって。熱湯でちょっとふやかして取るといいっていうね。あ、そうなんだ。うん、どうした？パパの親だって鼻水詰まっとんの、長ちゃん。どうでもいいけどさ、君暑くない？暑いよ。こんな熱源を抱えて。ねえ、長ちゃん、長ちゃんもさ、もう暑いからさ、毛をカットしたら涼しいかもしれん。やめてあげて。ね、長ちゃん暑いよね、きっとね。長ちゃん多分毛カットしたら魔法が溶けて可愛くなくなっちゃうから。ドピンクだもんね、長ちゃん肌が。皮膚が、うん、そうだね。まあでもこの辺の色だよね。あ、そうだね、耳の色だね、うん、耳の色が長ちゃんの地肌の色だから。実はピンクなんだよ、この人。ピンク猫、豚人気だよね。そうなの。え、なんか肉球がピンクとか人気じゃない？そうなの。猫で一番人気は何色なの？白なの？アメリカンショートヘアとか。マロみたいな色？うん。は人気じゃない？一般受けするのは、じゃあマロチロなの？見た目は。うん、明るい色は人気ありそうだよね。そして聴者のミケ猫疑惑もあったんだよね。ミケ、トビミケ、世にも珍しいオスのトビミケという噂のあるちょ。昔これチロさんレギンス履いてるんですねって言われた。両考えたらここもあれなんだよね。そう、あるんだよ。あるんだよね、ここにもね、うん、実はさりげなくね。肘の関節をなんか強化してるサポーターみたいになってんだよね、実は。なんかバレーボールの選手とかつけてそうなさ。普通に歩いてるとこうなるから気づかないんだよね。ああ、そうだね。そう、後ろから見たら、あとこうやってパカーンってしたらわかる。これもまた違う柄だもんね。うん、だから実はミケじゃないんじゃない。え、4ケなんじゃない。4K。
あのマロの毛みたいな、ちょっと灰色っぽいじゃん、手の方は。実はサバトラ、うん、柄がね、こっちキジトラだもんね。うん、だもんやっぱ超雑種ってことよ。著者昔さ、ここのさ丸、ここの丸の柄さ、うん、給油口って言われてた。給油口著者の給油口。雑種でもこんなに可愛いというのを見せてくれるのが著ね、著者。雑種だ何種だ言ってもね、うん、可愛いけりゃいいのよ。完全に個性だからいいと思うんだけどね。それが個性、ワンフォールよ、うん、オールフォーワンよ。こんだけびちょびちょでもそんな目立たんもんね、これやっぱり。全然目立たんでしょう、やっぱね。何もわかんない。やっぱこのドライ X が最強。でもみんなユニクロ知ってるから、これ着たら、これ着とるの見たら、あ、ドライ X だってわかるよね。まあそうだね、うん、あいつ運動着で免疫歩いてるって。キリ、聴者は完全に寝ちゃった。最近パパが撫でるときに毛をワシャワシャしてるから、だいぶ体ちっちゃくなった。うん、だいぶ抜けたと思う。抜けた毛を飛び散らせたったで。ね、チョウシャン。こうやって見ると目の周りピンクに行こうかな。うん、ピンクチョウ。運動すると真っピンクになるよね。わ、うん、かりやすい。ピンクチョウさん。ピンクチョウさん。仕事でキンクない。これちょっとこうして、うん、ちょっとこうしてっていつもやってるね。作業始めてもろってそこ取りたい。でも長さんこうやってどんどんさ後ろに落ちてくからさ、こうやってねこうやってね手をそこに置いてあるから安心して落ちてくるんじゃないの。そうだけど手は使うから、そうするともっと落ちてくんだよね、うん、手上げといてよ。ちょっと作業始めてよ。本当にいつもはもうちょっとこっち寄って、これをちょっと枕にしてもらって挟んどんのそこで。あ、長者落ちてくね。自分でも寝心地悪くなってきたのか。そうなのよ、寝心地悪くなってくると向こう行く。そこでいいんだ。もう出た。おかえり。抜け毛が